完全に喧嘩売ってるでしょ、本当に。僕の名前でめちゃくちゃお金稼いでますね、すする TV。 ずるずる、どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、過去にもありましたが、私すすると同じ名前のお店シリーズということで、本日はこちらです。と、名古屋市営地下鉄桜通り線丸の内駅から徒歩2分くらいのところにあります、鶏そばすする丸の内本店さんにお邪魔してます。こちら鶏そばすするさんは2019年オープンで、見たら分かる通りね、お店に私の名前であるすするが入っているお店となっております。まあ、別にすするが入ってるからどうってことはないんですけれども、もうすするってみんなの言葉だからね。以前にはね、学芸大学駅近くのすするさんや、さらにはね、伊豆大島のすするさんなんかにも行ってきましたが、今回のすするさんもね、店名はもちろんなんですけど、このすするさんはですね、看板にローマ字ですするって書かれてるんですよ。これはもう確信犯だよな。やっちゃうよっていうのは冗談なんですけど、まあ、早速すすりに行っちゃいましょう。Let's go。 こんにちは、私すするですね。本日は、名古屋市、まあ、すするのラーメンフェスの前日でね、前入りしてて、まあ、この後ね、前夜祭もあるんですけど、その前にちょっと一杯ラーメンすすりたいなということで選んだのがですね、鶏そばすするという店ですね。もちろん皆さん知ってると思うんですけども、私の名前はそう、すするですよね。前にもね、一度伊豆大島のね、あのすするというお店に行かせていただきましたが、まだあったのかと俺の名前を冠したお店が。しかもここのお店に関しては、すするって漢字で書いてあるんですけど、ローマ字表記のすするもあって、完全に喧嘩ってるでしょ、本当に。いや、マジで今回ばかりは許せねえよ、本当に。こんなんさ、俺の動画したいやってたような冗談ですね。まあ、あの鶏そばすするってお店がありまして、まあ、ちょっとすすると同じ名前な上に、まあ、私すする、もう去年一昨年になるか、ラーメン屋赤城っていうね、まあ、大阪の鶏パイタンラーメンのお店で食べて以来、鶏パイタンもっといっぱい食べようと思ってて、そんな中ね、ちょうどこのすするっていうお店があるということで、まあ、すするに行こうかなと思っているところでございます。まあ、あの実際にはね、全く勝手にすするの名前使いやがってとか、あの全く思ってないんで、本当に別にすするってみんなの言葉だしねっていうところもあって、ちょっと楽しくすすっていければと思ってますので、早速向かっていきましょう。さあ、鶏そばすする丸の内本店さん、食決です。今回は鶏そばの全部のせに名古屋らしい台湾丼をプッシュしました。店内にも至る所にローマ字ですすると書かれており、このお店は非常に悪質というのは冗談で、厨房内ではしっかり鶏白湯スープを泡立てていて、最近鶏白湯ラーメンにハマっているすするとしてはテンションが上がります。その後も丁寧に調理が進められていき、こりゃ完全に俺にビビってるな、いつでも卓上調味料をなぎ倒す準備はできてるんだからというしつこめのノリをしているうちに寄ってきました。いただきます。こちらが鶏そばすする丸の内本店さんの鶏そば全部のせと対話丼です。ふわふわふわに泡立てられた鶏白湯スープにレアチャーシューが乗り、紅白のコントラストの色合いが良い。スープの色がほんのり濃い感じなのも美味しそうで、台湾丼も卵黄が綺麗に乗ってうまそう。いただきます。ではまずスープから飲んでみると、おお、クリーミーな鶏の旨味がギューンと抜ける。うまい。表面が泡立てられたことにより、口当たりふわっと柔らかく、甘みと塩味、そして旨味がバランスよく効いている。国産の鶏ガラをじっくり煮込んでいて、濃厚なのにくどくないをお店のキャッチフレーズにしていましたが、くどさはなくて飲みやすい。泡白湯スープとしてクオリティ高いです。では続いて麺をリフトアップ。よっしゃ、そうそう。なほーい。すすると書かれた麺箱に入った平打ち組の自家製麺で、どんなもんざいと思っていましたが、すすってみるとしっかりと風味があり、食べ応え十分の中太麺に仕上がっています。滑らかかつ泡々な鶏白湯スープもがっちりと持ち上げ、やはり自家製麺はスープとの相性が考えられていていいですな。ノリの磯感も挟んでみれば、ふんわりと香りが広がって、これまたないせ、どんどんすすっていけちゃいます。さあ、続いて低温調理のチャーシューを食らってみましょう。しっとりとした食感で、脂身の海苔も程よくジューシーで、こちらもうまい。その旨味を口内に残しつつ麺をすすれば、ポーク&チキンのフェスティバルでまたまた新たな美味しさ発見です。ではいよいよ台湾丼いってみましょう。早速卵黄を割ってひき肉に絡めて食らってみましょう。おお、うめい。しっかり味が濃く、ひき肉のジューシーな旨味、そしてタレにほんのりニンニクの刺激を感じられて、こりゃガツガツいけちゃうやつ。鶏白湯スープと合わせるとより旨味がブーストでき、ラーメンと台湾丼双方の食べ手が進みまくるってもんですよ。てな感じで、この後控えるすするラーメンフェスin名古屋の前夜祭リハに向けてパワー補充。
この動画が公開された時にはすでにフェスは終了していますが、皆さんいかがだったでしょうか。来てくれた方、行きたかったけど来れなかった方、フェスは行かないけど動画を見てくれてる方、みんなありがとう。そんなこんなでまだまだ台湾丼もがっつり食べ進め、可愛いナルトもパクリと食らったらそろそろクライマックス。全部のせにしたのでチャーシューもたっぷり乗っているし、台湾丼もそこそこボリュームがあるのでお腹も結構満腹。濃厚なのにくどくないというキャッチフレーズの通り、最後までだれることなく満足度の高いクオリティを提供してくれることに感心しながら、最後は味玉をパクリと食らって本日も完食です。大変美味しく進めました。店名にすするが入っているお店シリーズ、もしすするがまだ行っていないすすると名のついたお店があればコメントで教えてください。それではごそろい、ということでごちそうさました。ありがとうございました。ありがとうございました。鳥そばすするの丸の内本店の店長さんですね。はい、はい、店長です。鳥そばすする丸の内本店店長の鈴木です。ありがとうございます。はい、ごちそうさました。ありがとうございます。このお店の名前は僕の名前をパクったということで知らないところからオープンはしてるので実は別にそのする、まあ、別にあの僕もそんなこと思ってますけど全く思ってないですけど、はい、知る前から一応オープンはしてたんで、はい、まあ、すするっていう言葉はねみんなが使う言葉なんで、はい、で漢字ですするっていう店名ですね、はいはい、最初なんで鳥パイタンからやろうと思ったんですか。ジャンル的にまだ鳥パイタンがあんまり流行ってないというか、うん、はい、浸透してなかったタイミングだったっていうのもあるし、うちの社長が、はいはい、いろんなラーメンを食べ歩いてるので、うん、その中で美味しいラーメンで鶏白湯っていうところがきっかけにはなってると聞いてます。なるほどなるほど、はい、結構泡系の鶏白湯鍋っていうのは、まあ、名古屋、まあ、ちょいちょいありますけど、はい、割と珍しいというか、はい、ですよね。さっきちょっと分かったんですけど、はい、系列店20店舗以上も、そうです、僕の名前でめちゃくちゃお金稼いでますねそんなことないです。すいません、なるほど、めちゃくちゃ冗談か、まあ、あんま離れないでくださいすいません20店舗 で、ね、それぞれで結構違う味を出されてるんですか。基本のベースは一緒で、うん、まあ、お店特有の限定商品だったりっていうのはありますけど、うん、はい、そうなんですね。まだまだこう展開していくみたいなのあるんですか。そうですね、どんどんまだまだ、すごいっすね、本当に。ちょっといろいろ変なことを言ったんですけど、なんでもないです、全然思ってないです、はい、本当にありがとうございました。はい、すみません、ありがとうございます。これからもすするの名を名古屋で轟かせてください。はい、はい、使わせていただきます、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、今回お近づきの印にといいますか、はい、まあ、このすする TV のステッカーがありまして、はい、一応これ QR コードを呼び込むとピースってアプリに飛んで、はい、自分でこう行ったお店にこう足跡残せるみたいな面ログっていうのを残せるようになってるんで、貼ってくれますね。貼ります貼らせていただきます。ぜひ貼ってください、はい、よろしくお願いします。ありがとうござい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 ます。はい、ごちそうさまでした。いや、鳥そばすするさん行ってきたんですけれどもね、あ、もうだっす、名古屋市内を中心にもう20店舗ぐらい展開されてるお店なんで、やっぱもうその本店ということでね、安定感が抜群でしたね。しっかりと鶏の旨味たっぷりと感じられる濃厚な鶏白湯スープに、まあ、自家製のね結構風味強めな麺を合わせてて、まあ、やっぱりすするっていう店名だけあって、まあ、もちろんねすするっていう店名ならばやっぱり麺が美味しいの結構大前提だと思うんですけど、しっかりとね美味しい自家製麺をすすらせてくれるお店で非常に良かったですね。まあ、あと提供前に泡立てるやっぱ泡白湯スープもふんわりとした口当たりと結構ギュンとくる感じのね、この甘みと旨みがしっかり共存した鶏白湯スープになっておりまして、しっかりと美味しくいただくことができました。やっぱりね、トッピングの低温調理のレアチャーシューとかも結構たっぷりバーっとこう丼の周りに並べられる感じだったんですけど、チャーシューもねギュッとこう肉の旨み詰まってて、そして薄切りなんでね、すごいペロッと食べられる感じで4枚入ってたんですけど、一気にねいけちゃいましたね。穂先メンマもねシャキシャキとした食感で抜かりなく、トッピングのクオリティも高くて、麺とスープの辛みももちろんよく、いや、これはちょっとうまいと言わざるを得ませんねまあやっぱ言ったらね同じ名前ですから、もうライバルですから、ある意味ちょっと重箱の隅つついたろうかなと思ったんですけども、全くそんな隙もなくしっかりと美味しい鶏白湯ラーメンに仕上がってましたね。ちなみにインタビューには、ね、店長さん出てくださったんですけど、店主さんもいらっしゃいました。オーナーさんですね。店主さんなんとですね、メイン花火の新山さんと同級生らしくて、なんか新山さんと同級生のラーメン屋さん結構多いらしいですね、ここら辺界隈で。すごい、まさになんかラーメンゴールデン世代というか、メイン花火もめちゃくちゃ展開してまして、もう台湾まずもの基礎をやっぱ作った方ですね。そして鶏そばするも名古屋を中心に20軒以上、さらに油そばで有名なカジケンの店主さんもなんか同級生らしくていや、すごい世代だなと思って、改めてしっかり全部、ね、こう愛知県に根付いたラーメン店になってるのがマジですごいですよね。まあ、そんなちょっと裏話も聞けてね、いや、そんな面白いこともあるんだなっていう。ということで、私すする麺もしっかりすすれましたので、ね、これからすするラーメンフェス名古屋で、ね、前夜祭のリハーサル向かってきます。ドラムボーカルってやばいよな。ごちそうさまでした。
わけで本日の動画も最後までご覧いただきました。今日はですね、鶏そばすする丸の内本店さんということで、まあ、過去にも何度か行きましたけど、まあ、すするっていう名前が入ってる店ですね。で、今すするっていう名前が入ってるので、すするはもうみんなの言葉ですから、パクリだとか思わないんですけど、まあ、本当冗談ですけどね、本当に。このすするさんね、結構もう愛知県内で、ね、もう20店舗ぐらいから展開してまして、まあ、それこそフェスの時僕ね、境近辺に泊まってたんですけど、そそるってお店があったりとかね、結構なんか面白いネーミングしてるんですよ、ね。ちょっとまた別のね、すするグループの店も行ってみたいなということで、皆さんからいただいたコメントの方もさせていただきます。昨日の動画見ていて、私はすするさんと反対で、毎回昼ラーメン食べて夕方サウナに入ってます。お先週は吉富で麺増し 700g 食べてもう汗だく。いや、食いすぎだろ、麺増し 700g。 その後のサウナは気分爽快そのものですよ。もうサウナ中にニンニクの匂いを撒き散らしてるな。おすすめサウナは松戸駅西口にあるクレスト松戸です。これはいいじゃん。15分ごとに自動漏流があり、湿度マックス、発汗量もマックスですよ。休憩室のキンキンに冷えた水が飲み放題なのも嬉しいサービスです。でも53歳の私、すごい二郎系麺増し食べるのは変かな、友人から化け物だとよく言われます。53歳で麺増し 700g、 ちょっと元気すぎますね。すごいな。今年32歳の僕でもちょっと700は多分食べれないと思うわ。二郎系でも多分麺量出たらマックス、まあいや500ぐらいがいいとこじゃないか。でも 500g 食べたらもう腹パンパンになりますよ。まあでもね、確かにラーメン食べた後のサウナもいいんだよ。もうなんか腹パンの状態でサウナ入るとちょっと生命の危険感じませんか、なんというか。もうお腹いっぱいになってる時ってすごいなんていうか血圧上がってる感あるじゃないですか。その なんていうかこう心臓がバクバクなったりとか、本当にお腹いっぱいの時ね。この状態でサウナ入ったらもう死ぬかと思うけどね。これはもう本当友人の言う通りで、ね、化け物認定ですよ。これすごいよ。いやもう麺量700とか食べたらもう一日動きたくないもんな、正直。ちょっとこのクレスト松戸っていうサウナに僕今まで知らなかったんで、ちょっとチェックしておきます。今度松戸に行くときにね、ラーメンと合わせてこのサウナ行ってみたいと思います、ね、ありがとうございます、情報。めっちゃタイガースの選手の雑いじりが入ってて笑った。ちょっと前から見始めたから知らなかったけど、すするさんはカープファンなのかなということで、そうですね、タイガースの選手の雑いじりはなんかよく動画の中でも取り入れてる気がする、まあ、僕含めね、編集班で結構野球好きが多いんでね、特にね、やっぱ2003年の阪神タイガースが優勝した年なんか、もうなんか1軍選手から2軍選手から全部の選手知ってるぐらいもう好きでしたから、まあこういったいじりもさせていただいてるんですけどね。で、まあ僕自身はね、別にカープファンってわけでもね、これもまた編集班にカープファンがおりまして、その方がね、今でももう毎日試合見てるわけ、もうなんか見れるやつあるじゃないですか。映像じゃなくてなんか、なんていう、スコアみたいなのが見れるやつあるじゃないですか。なんかそれでずっと試合追ってるんですよ、広島カープの。っていうのもあって、カープネタはね、結構最近のカープネタとかもちょいちょい入れてるかなっていう感じ。僕自身はやっぱ青森県、まあ、東北出身ってこともあって、まあ、そこ楽天じゃないかって感じなんだけど、日本ハムファイターズがね、非常に好きで。まあ、とはいえね、今の日本ハムファイターズはちょっとさすがに追い切れてないなっていう。まあ、僕自身が一番野球を見てて、2002年から2006年ぐらいの日本ハムファイターズ、まあ、小笠原道弘選手がいた頃の日本ハムファイターズが好きですよって感じですね。まあ、あの頃はそれこそ新庄とかもいたしね。坪井、奈良原、小笠原、エチェバリア、セギドールみたいな感じの、この打線もすごい好きでしたね。まあ、当時の広島カープももちろん好きでした。まだ広島市民球場ってところなんで。でもやっぱあの当時とかね、もう前田智則ですよね、本当に。落合、一郎をしてね、天才と言わしめる前田の打撃。しかもなんか甘く入った球じゃなくて、あえてね、その投手の決め球とかを打ちに行くっていう、やっぱそのスタイルね。やっぱかっこいいなと思うよね。なかなかそんな選手いないですから。甘く入った球来たらやっぱ打ちたいじゃないですか。甘く入った球をね。そう思うからですね。ここに中間金なさすぎて、すするの動画見ながら茶碗一つぎの米一食食って一日ずつしのいでる。めっちゃ腹膨れる感じするし、助かってるよ、ということで。大丈夫か本当に。大学生とかなんか、それとも社会人で給料日にもう全部使っちゃったとか、そういう感じかな。まあ、とりあえずお米は食べれる環境にあるっていうのがまず安心なんだけど、やっぱり栄養が不足してくるとどんどん生活もすさんでいくんでね。まあ、給料日とかね、そのお金が入るタイミングがあったらね、しっかりと栄養のある食事取ってくださいよ、マジで。その時はもうラーメン食べてる場じゃないかもな、もう。まあ、幸い僕ですね、その大学時代とかも、まあ、ちゃんとその、なんですか、自分の使えるお金のキャパをわきまえてたというか、本当に金ない。マジで今日飯食う金も帰る金もないみたいな、そういう状態に陥ったことがないの。気持ちはちょっとわからないんですけど、こんな厳しい環境の中で、する TV を見てくださって本当にありがとうございます。というわけで本日の動画も最後までご覧いただきました。よろしければチャンネル登録、高評価、そしてコメントもしていただけると嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。ということで。それではするの公式キャッチフレーズ。鶏そばすする、丸の内本店さん。すするがすする、すするやー。鶏パイタンラーメン美味しかったですね。